はい、どうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回の動画は、腰痛編2024版の総集編動画というふうになります。総集編はですね、前半と後半の構成というふうになっておりまして、この後半は実践編ということで、椎間関節性の腰痛、それから筋筋膜性の腰痛、椎間板性の腰痛、仙腸関節性腰痛、心因性、痛覚変調性腰痛のですね、5本の動画を再編集して1本の動画にまとめたものをですね、これから配信をさせていただきます。スライドの方にはそのこれまでの各動画のですね、まあ、腰痛の特徴を挙げさせていただきましたので、改めてこちらを見ながらですね、各腰痛の特徴を参考にぜひ動画の方を参照していただければ幸いです。腰痛の多くはですね、原因の特定が難しくて不明というふうにされてたんですが、特に近年なんですが、まず移行や普段の様子を聞きする面接ですとか、それから動きを確認する観察、これをリハビリやケアマネでは評価、アセスメントなんていう言い方をするんですが、というものをしっかり行った後に、この問題点を把握をして、これを多角的に分析をした上で、オーダーメイドで期間を決めて目標を設定する。さらに、これを皆様に提案、説明した上で、同意を得た上で対応させていただくという、このアプローチをですね、行うことで、原因が千差万別といえる腰痛であったとしても、その改善ですとか予防は十分可能であるということが示されてますので、ぜひこの点をですね、参考にしていただければというふうに思います。そしてリハビリやケアマネの方では、ともに生活の再建ということを目指してですね、いろんな支援を行わせていただいてますので、これが健康に向けた鍵となりますので、これをですね、ぜひ改めて参考にしていただければというふうに思います。それでは、どうぞ。今回のテーマは、原因の特定が難しい発症3ヶ月以上の慢性腰痛に分類される椎間関節性腰痛、特に非定型腰痛症の中で最も多いものになるんですが、こちらについてリハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。この腰痛、別名を反り腰タイプの腰痛なんていう言い方をします。腰を反らしたりねじったりするということで、背骨の間をつないでいる椎間関節というところが損傷して痛みが生じる腰痛になります。で、その特徴としては、背中を反らすと腰が痛い、でっちりになっている方、それから長時間立っているのが辛いという方、それから主に片側の腰がピンポイントで痛いという方、それからお尻や太ももが痛い時があるという方、それから仰向けで寝るのが辛いなんていう方が挙げられます。で、さらにこの腰痛がですね、進行してしまうと、特に10代から20代で多いんですが、腰椎分離症であったり、さらに50代以降で多い腰椎滑り症、あるいは中高年の男性で多いんですが、腰部脊柱管狭窄症なんていうもの発症につながるというふうになってますので、注意が必要です。で、このタイプの腰痛解消を目指す際は、過度な負担がかかって緊張している箇所はどこか、で、逆にあまり使われないでこう弱くなっている部分、弱化している部分はどこかというのを正しく知って、負担がかかっている箇所はほぐして、弱くなっている箇所は強化をするということで、そのバランスをこう修正するアプローチというのが有効になってきます。で、実際にこの椎間関節性腰痛では、骨盤が前方位の不良姿勢、これをスウェイバックといって、スライドの黄色い矢印なんですが、これが生じてしまうことで、赤い部分、これは背中の脊柱起立筋とか多裂筋であったり、それから太ももの前面、大腿前面である腸腰筋ですとか大腿直筋というところの筋が緊張して制限されるという傾向があります。さらにお腹の部分、腹直筋であったり、お尻や太ももの後ろ側、大腿後面である大臀筋ですとかハムストリングスという筋肉は、逆に筋肉が弱くなって弱化してしまうという特徴がありますので、ぜひこれらをですね、参考にしていただけると幸いです。そして
ここからはこの椎間関節性腰痛への具体的なアプローチとしてですね、ストレッチやエクササイズの方法と、それから生活改善ポイント、この2つについてですね、解説をさせていただきます。でこの椎間関節性の腰痛では普段からこうでっちりになってしまうということが多いので、腰を曲げる運動を行う、反らすといったように曲げる運動を行うというところが基本的なアプローチになってきます。特に背中の脊柱起立筋とか多裂筋、あるいは大腿前面である腸腰筋や大腿直筋の筋には負担がかかってしまって、こう制限されてしまいますので、こういった筋肉を伸ばしてリリースする、例えば腰や背中を丸める運動ですが、太ももを伸ばすなんていう運動があります。それからお腹の部分、腹直筋であったり、お尻や太ももの裏、後ろが大腿後面である大臀筋ですとかハムストリングスという筋肉は逆に筋が弱くなる傾向がありますので、これらを強化するためには、例えば腹筋運動であったり、お尻上げなんていう2つのエクササイズが効果的になります。でこれスライドをもとにですね、ぜひ実践していただきたいんですが、注意点が2つあります。1つは秒数回数は載せてはいただきましたが、これあくまで目安ですので、こまめに休憩を挟みながら疲れが残らない程度で行ってください。2つ目のポイントは、痛みのない範囲で無理なく安全に行ってください。痛みを我慢してまでする必要はありません。でさらに生活改善ポイントとしては、普段の姿勢が無意識のうちに沿っていないかということをですね、ぜひ確認してください。背筋を伸ばしたいい姿勢であったり、つま先立ちをですね、こう保とうとするあまり、かえってですね、反った不良姿勢になってしまっているということがあります。なのでその都度修正するというところがポイントになってきます。特に女性の場合はヒールのこう高い靴を履いてしまうと、無意識にこういうふうになってしまうことがありますので、注意がさらに必要ですので、ぜひこのあたりを参考にしていただけると幸いです。今回のテーマは、原因の特定が難しくて発症3ヶ月以上の慢性腰痛に分類される筋筋膜性腰痛症について、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。このチャンネルでも何度かですね、この筋膜については取り上げさせていただいているんですが、改めてその解説をさせていただきたいというふうに思います。じゃあ筋膜とは何か。筋膜というのは筋肉を包んでいるこの膜のことを言います。でこの中には血管であったり神経であったりリンパ管というものが通ってまして、それが骨ですとかこう内臓にもつながって、さらにそれが全身に張り巡らされているという特徴があります。でこの筋膜が捻挫であったり骨折手術なんかいわゆる過去の怪我であったり、それから不良姿勢ですとか仕事やスポーツに伴 こう反復動作によるオーバーワーク、いわゆる使いすぎであったり、それから待機が不安定になったりですとか、ストレスとか不十分な栄養ですとか、それから体調不良になったり、いわゆる自律神経が乱れるなんていうことによって、こうよじれたりねじれたりするということで、動きが制限されてこう炎症が生じて発生する腰痛を筋筋膜性腰痛というふうに言います。その特徴としては、腰の中央から片側にかけて痛いということ、それからある特定の動きをすると痛いということ、それから下肢足の痛みがある時もあるという、それから男性女性問わずあらゆる年代の方に見られるという特徴もありまして、さらに付け加えて言うと、痛みが日によって変化する、いわゆるこう波があるということ、それから痛む箇所と痛みの原因が同じ場合もあれば違う場合もあるなんていうことも特徴になってきます。でこのタイプの腰痛解消を目指す際には、その過度な負担がかかっている筋肉筋膜の部分がどこかというところで正しくこう見極めた上で、その箇所をしっかり伸ばしたりほぐしたりするアプローチというのが有効になってきます。でこの筋筋膜性腰痛では主に4つ挙げられています。1つ目が脊柱起立筋群と言われている背中の部分、それから2番目が腰方形筋という筋肉、3番目がお腹の近くにある内腹斜筋外腹斜筋という筋肉、それから4番目が
広背筋や大臀筋という筋肉に特に痛みが生じやすいという傾向がありますので、ぜひこれらをですね参考にしていただけると幸いです。でこの点を踏まえた上で、ここからはこの筋筋膜性腰痛への具体的なアプローチとして、ストレッチやエクササイズの方法と生活改善ポイントについて解説をさせていただきます。この筋筋膜性腰痛、原因部位によってですね痛む箇所というのは異なりますので、その正しい箇所の筋膜をしっかりリリースをして、こうねじれやよじれをこう修正する、元に戻した上で正しい筋肉の動きを引き出すというところがですね基本的なアプローチになってきます。で特に背中の脊柱起立筋に原因がある場合は、こう腰や背中を丸めるリリースというのが有効ですし、それから腰方形筋の方は体をこう倒す、こういう動き、こういうリリースの仕方が有効です。さらには内腹斜筋、外腹斜筋の場合は体をひねる、ぐーっとこうひねるというリリースが有効ですし、それから広背筋や大臀筋、特に大臀筋に関して言うと、このこう足を組んでですね、こう体の方にぐーっと近づけるというリリースが有効になってきますので、ぜひこれらスライドをもとにですね参考にして実践していただきたいのですが、これもですね注意点が2つあります。1つはこれ秒数や回数載せさせてはいただいてるんですが、これあくまで目安になります。実際にはこまめに休憩を挟みながら疲れが残らない程度で行ってください。2つ目のポイントは、痛みのない範囲で無理なく安全に行ってください。痛みを我慢してまでする必要はありませんので、ぜひこの点はご注意ください。さらに生活改善ポイントとしては、普段の暮らしの中から筋の緊張が増大しないようなですね、普段の姿勢とか動き方を意識してこれを修正してください。特定の動きをしてしまうと痛みが出やすいので、これを普段から意識して修正するということが大事なポイントになってきます。加えて交感神経が優位になってしまうと、それで血行が悪化して痛みが生じる悪循環を引き起こしてしまうために自律神経を整えて副交感神経を優位にする、つまりリラックスをするということは有効ですので、ぜひこのあたりもですね参考にしていただけると幸いです。今回のテーマは、原因の特定が難しくて発症3ヶ月以上の慢性腰痛に分類される椎間板性腰痛についてですね、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。この腰痛はですね、別名曲がり腰タイプの腰痛なんていう呼ばれ方をします。背骨の間に位置する軟骨で、体にかかる衝撃やですね負荷を和らげるこうクッションの役割を果たす椎間板というものが損傷してしまって痛みが生じる腰痛のことを指します。でその特徴としては、背中を曲げると腰が痛い、いわゆる猫背になっていると痛いということ、それから腰の中央から左右に広がるように痛いということ、それから特に朝ベッドから布団から起きたりする起床時に腰が痛いということ、それから足の痛みやしびれはないということ、それから柔らかいソファーに座ると腰が痛いという方がこれに該当します。でこの腰痛はさらに進行してしまうと、20代から40代の特に男性に多い椎間板ヘルニアですとか、中高年の男性に多い脊柱管狭窄症なんていうものの発症につながってしまいますので、注意が必要です。でこのタイプの腰痛解消を目指す際には、過度な負担がかかっている箇所はどこか、逆にあまり使われないでこう若干弱くなっている箇所はどこかというのを正しく知った上で、負担がかかっている緊張がかかっている場所はほぐして、で逆に弱くなっている場所は強化するということで、そのバランスを修正するアプローチというのが有効になってきます。でこの椎間板性の腰痛ではですね、骨盤後傾位の不良姿勢、この黄色い矢印なんですが、これ通称フラットバックというふうに言うんですが、これが生じることで、例えばお腹、腹部の腹直筋であったり、お尻や大腿後面、太ももの後ろ側にある大臀筋とかハムストリングスという筋肉は緊張してですね制限されるという特徴があります。それとは別に
背中、脊柱起立筋とか多裂筋という筋肉であったり、それから太ももの前は大腿前面である腸腰筋とか大腿直筋という筋肉は逆に弱化してしまうというところがありますので、ぜひこれらをですね参考にしていただけると幸いです。そしてここからはこの椎間板性の腰痛のへの具体的なアプローチとして、ストレッチやエクササイズの方法と生活改善ポイントの2つについてですね解説をさせていただきます。で、この椎間板性の腰痛の方は普段から猫背になってしまうということが多いので、やっぱり腰を伸ばす運動を行うということがその基本的なアプローチになってきます。具体的にはお腹腹部の腹直筋であったり、お尻や太ももの裏側、大腿後面大臀筋ですとかハムストリングスという筋には負担がかかって動きが制限されてしまいますね。これらに対してはこう伸ばしてリリース、例えばお腹をぐーっと伸ばすというリリースであったり、上体を倒して太ももの後ろ側を伸ばすなんていうアプローチ、ストレッチが有効になってきます。また背中、脊柱起立筋とか多裂筋という筋肉であったり、太ももの前側、大腿前面にある腸腰筋とか大腿直筋という筋は逆に弱くなるという傾向がありますので、こういうために痛みを軽減するために、例えばこう四つ這い運動をするというエクササイズがありますし、それからもも上げなんかのエクササイズが有効になってきます。で、これスライドに上げさせていただきましたので、ぜひこちらをですね実践していただければと思うんですが、この際に注意点が2つあります。1つは秒数回数は載せさせていただいたんですが、これあくまで目安ですので、こまめに休憩を挟みながら疲れが残らない程度に行ってください。2つ目の注意点としては、痛みのない範囲で無理なく安全に行ってください。痛みを我慢してまで行う必要はありませんので、ぜひこの点はご注意ください。さらに生活改善ポイントとしては、やっぱり前かがみの姿勢ですとか猫背の動作というのは極力控えてください。あと一気にこのものをぐっと持ち上げたりですとか、急にベッドから起き上がるなんていう動作も避けていただいた方がいいです。あとこの猫背はやっぱり台所の作業とか洗面台ですとか、例えば髪を整えるなんてところで無意識のうちにこの前かがみ姿勢を取ってしまいがちです。さらに猫背の、お化粧であったりパソコンの操作、あるいはスマホの使用なんかの時もぜひ注意をしていただければなというふうに思います。やっぱりいい姿勢を意識するということが重要ですし、例えば椅子に座る際にサポートチェアを使うなんていう方法もあります。もし足に制限がないのであれば正座をするなんていうこともこれ対策になってきますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。今回のテーマは原因の特定が難しくて発症3ヶ月以上の慢性腰痛に分類される仙腸関節性腰痛についてですね、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。この腰痛、別名をねじれ腰タイプの腰痛なんていう呼び方もします。で、ここでいう仙腸関節とは何かということ、仙腸関節とは骨盤と背骨を出てつなぐ、体にかかるこう体重ですか衝撃をこう吸収をして姿勢バランスの調整に作用する関節になるんですが、その関節とその周りの靭帯が損傷してこれが緩んでしまうことで生じる腰痛のことを言います。で、その特徴としては背中を曲げたりねじったりすると腰が痛いという、それからあぐらの姿勢を取るのが辛いという方、それから片側のお尻が痛いという方、それから歩いたり長時間座っているのが辛いという方、それから足の痛みがある時もあるという方がこの腰痛に該当します。で、この仙腸関節性の腰痛は特に女性ホルモンの作用で周囲の靭帯がこう緩むことで生じるという特徴がありますので、比較的女性に多いという特徴があります。なので産前や産後の腰痛であったり、さらには急性腰痛症、いわゆるぎっくり腰にもですね関わっているというふうに考えられています。で、このタイプの腰痛解消を目指す際には過度な負担がかかって緊張している箇所はどこか、あるいは
あまり使われずに若干弱くなっている箇所はどこかというところで正しく知った上で、負担がかかっている箇所はほぐして、弱くなっている箇所は強化をするということで、そのバランスを修正するアプローチというのが有効になってきます。この仙腸関節性の腰痛では、では何が行っているかというと、骨盤が後傾をしてしまっていることで、例えば大腿の前面、太ももの前面にある腸腰筋とか大腿直筋という筋は緊張します。それから逆に背中にある脊柱起立筋やタレス筋、あるいはお尻や太ももの裏側にある大臀筋ですとかハムストリングスという筋肉は逆に若干弱くなってしまっているという特徴がありますので、ぜひこれらをですね参考にしていただけると幸いです。そしてここからはこの仙腸関節性の腰痛への具体的なアプローチとして、ストレッチやエクササイズの方法と生活改善ポイントの2つについてですね挙げさせていただきます。この仙腸関節性腰痛では、骨盤が後傾をしてしまって仙腸関節が緩んでしまっていることなので、これを逆にしっかりこう締めるためには骨盤の前傾を促す運動を行うということが基本的なアプローチになってきます。特に大腿、太ももの前面にある腸腰筋とか大腿直筋という筋肉には負担がかかって動きが制限されてしまってますので、これらをしっかり伸ばしてリリースをするために、例えば片足の膝立ちのエクササイズだったり、太もも伸ばしのエクササイズリリースということが有効になってきます。それから逆に背中、脊柱起立筋や多裂筋、あるいはお尻や大腿後面、太ももの後ろ側にある大臀筋ですとかハムストリングスという筋肉は逆に筋が弱くなるという傾向がありますので、その仙腸関節の安定性を高めるために、例えば四つ這い運動であったり、お尻上げなんていうエクササイズが効果的になってきます。で、このスライドに上げさせていただきましたので、ぜひこれらをもとに実践していただきたいんですが、注意点が2つあります。1つは、秒数回数載せさせていただいたんですが、これあくまで目安ですので、こまめに休憩を入れながら、疲れが残らない程度で行ってください。2つ目のポイントは、痛みのない範囲で無理なく安全に行ってください。痛みを我慢してまで行う必要はありませんので、ぜひご注意ください。さらに生活改善ポイントとしては、骨盤の後傾が生じていないかを常にチェックしてみてください。あと物を持ち上げる際の姿勢に注意したりですとか、長時間の座りっぱなしを避けるなんていうことも有効です。それから椅子に座る際はサポートチェアを使ったり、正座をするなんていうことの対策もあります。あと依存にならない程度であれば、骨盤ベルトを使用するなんていうことも有効な対策の一つになりますので、ぜひこのあたりをですね参考にしていただけると幸いです。今回のテーマは、原因の特定が難しくて発症3ヶ月以上の慢性腰痛に分類される心因性腰痛症、近年は痛覚変調性腰痛なんていう呼ばれ方もしますが、こちらについてですね、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。この腰痛に関してはこれまでも何度か取り上げさせていただいているんですが、最新の知見も交えてですね、より分かりやすく説明をさせていただきたいというふうに思います。腰痛の中には実はですね、腰自体が原因ではない、腰以外の体の機能であったり、私たちの心を司る脳の錯覚によってですね、痛みが引き起こされたり、痛みがより強く感じてしまう腰痛というのは実は存在します。これは過度な疲労であったり、過剰なストレスであったり、ネガティブな思考などによって私たちが本来持っている脳内の鎮痛システム、痛みを抑えるシステムがですね、乱れてしまうことにより生じるというふうに考えられています。さらにこれによってですね、腰痛に対する不安とか恐怖が長引いてしまうと、それがですね、私たちの脳の中の痛みを関連する部位があるんですが、そこの脳の中の萎縮を引き起こしてしまって機能低下を生じてしまうということがあります。すると実際の痛みと痛いと感じる感覚にこうズレが生じてきてしまって、
いつも何をしても痛いというふうに感じてしまったり、痛みが長引いて気分が落ち込むなんていう腰痛が発生するということがあります。場合によってはですね、腰自体の痛みがすでにないにもかかわらず痛みを感じるということも実際あります。でこれを心因性腰痛または痛覚変調性腰痛というふうに最近は呼ばれます。でこのタイプの腰痛解消を目指す際には認知行動療法と呼ばれる医学的根拠に基づいた治療アプローチが効果的になってきます。この認知行動療法というのは、人の気分は物の考え方とか受け取り方の影響を受けるという心のですね、情報処理プロセスに注目をした上で、痛みを感じた際の反応性を分類をして捉えるということをして、これに沿って適切に行動するということで、その問題解決を目指すアプローチというふうになります。例えばその一例として日記を書く。痛み行動日記を書くということが実はあります。これは思い込みをですね、こう取り除いて、腰痛がどういう原因で起こったのかをこれを見つけるためです。で、文章、日記なんで文章でもいいんですが、例えばこのスライドのようにですね、箇条書き、例えば日時ですとか、痛みの強さ、例えば10段階で書いたりですとか、起こったことですとか、こう政府の感情というのでこう項目別にこう上げるなんていう方法も実際あります。でその上で痛みが楽な日にその時の共通点を見つけて以後の生活にしっかり反映させるということをですね、繰り返し行うことが有効な対策になってきます。実際このアプローチをすることで歩行の量が改善したですとか、日常生活活動 ADL というふうに言うんですが、この拡大につながったなんていう事例も存在しますので、ぜひこのあたりですね、参考にしていただけると幸いです。ただ一方でこの認知行動療法、やっぱり少々分かりにくい段階であるというところもありますので、これからはですね、より分かりやすいように実践例を用いて説明をさせていただきます。認知行動療法の特徴は、ある状況に対する反応ですね、認知と行動、身体反応、気分、感情、それから行動遂行という4つのですね、側面に分けて捉える、これが大きなポイントになってきます。じゃあ例えば腰痛の治療で病院に1時間待たされたという事例があったとする、これが状況になります。でこれに対して頭の中に患者を待たせるなんてっていう、こう思いがこう湧き上がってしまって、イライラしてきてしまって疲れてくるので、その感情に突き動かされて文句を言ってやるという行動を取ってしまったとします。そうするとその後の治療を受けに際しても、例えば病院ですとかそのスタッフとですね、関係がやっぱり気まずくしてしまいますし、好ましくない結果を招いてしまったということが実際あったとします。この際まずはこの図をですね、頭の中に思い浮かべていただいて、ただこの時に実は自分で行動を決められるというところがあります。選択できるところ、それは認知や思考というところと行動遂行という部分は自分で決めることができます。なのでそこをですね、修正改善を目指していきます。どういうことかというと、認知や行動ではですね、個々との受け止め方の原因を分析をして、これが自身にどういう影響を与えているのか、先入観なく客観的な視点で見直すということをします。行動遂行では確実に達成できる小さな目標を設定した上で、これを実践する中でうまくできたという成功体験を積み重ねます。先ほどの例で挙げてみましょう。この1時間待たされたという状況を考えた時に、じゃあこの中で普段できないことをするチャンスだという客観的な視点もですね、認知や思考のところから読み取ることができます。そうすると、じゃあ行動や遂行を変える、じゃあ本棚に普段あるけど見ていない漫画を読んでみようなんていう適切な対処行動をこう取った上で、それをですね、することで身も心もリラックスできますし、過度なこうストレスをためることもありませんし、病院スタッフとの関係を気まずくするということもありません。治療においても望ましい結果を招くということができることができるようになります。特に近年、個人の主体的な体験になりがちなこの痛みと快感とか
達成感に関する脳の部位というのは実はほぼ一致しているということも言われています。なのでこのプロセスを意識的にこう繰り返して行うことで腰痛への気づきとですね、痛みを乗り越える体験を積み重ねるということが生活と人生をより充実したものにできる大きなきっかけの一つになりますので、ぜひですね参考にしていただけると幸いです。今回の話ここまでというふうになりますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。